はい、どうもミスターです。こんにちは。オッケーオッケー。さあ、それじゃあね、やっていきましょうか。今回ね、紹介するのは GoPro のね、11となります。ちょっと前の動画から買ったよって言ってたんですけど、ちょっとね、遅れてね、届きました。ちょっと台風の影響かちょっとわかんないですけどね。それではね、早速開封していきたいと思います。今回はね、サブスクってやつ入って、とりあえず少しね、お買い得な感じでね、買えたと思います。よろしくお願いします。さあ、開きました。まず一個一個ね、やっていきましょうか。さあ、これね、 GoPro のキャップ、これがちょっとどうかわかんないけどね、ちょっととりあえず一見出していきますね。買ったものを全て出していきます。どうやっていいかな。 OK。 さあ、とりあえずね、今回 GoPro から購入したものはね、全てこれだけでちょっと全てとなります。まずはね、じゃあとりあえず一番初めに欲しかったね、キャップ、ちょっと着替えていこうかなと思います。じゃあちょっとキャップね、開けてみますか。ああ、なるほど、こんな感じのね、キャップ。ちょっとじゃあね、着替えてまいります。シャキーン、ドドンと。 OK。 さあ、それじゃあね、帽子もキャップもかぶったのでね、行ってみたいと思います。本体からいきます。これね、映っているでしょうか。本体からいきますね。ここ映ってるんだよな。さあ、それではね、やっていきたいと思います。さあ、あ、なんかさ、今までの GoPro と違うわ。いやいや、これほんと全然違う。マジ？あ、これ GoPro だよな。あ、一緒か。あ、違う違う、じゃーん、これ。いや、これはね、違う。これ、これ見て、何これ、これなんだ、これ今までと違うぞ。さあ、じゃあちょっと開けて。今まではさ、あれだったじゃん、こうビリビリってね、今まではさ、プラスチックのケースだったじゃん。あ、なに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 、これやった、やったよ、やったやった、これやったよ。ちょっと早速開けていきます。これ GoPro だと思うんだけど、あ、入ってる入ってる。うわー、かっこよ。あ、なんか違う、じゃーん。うわ、すごいね。なるほど、なんか全然違うね。全然違いますね。ではちょっとね、まず、まあ全部開けていきますか。とりあえずまずは、なるほどなるほど。あと僕が今回、クリエイターキットってやつ、クリエイターキットってやつがあったから、クリエイターキットってやつをね、購入させていただきました。これボルタってやつか。これね、このボルタってやつね。 OK。 じゃあちょっとね、 GoPro でも撮っていこう。今回購入したのはね、このボルタってやつね。もう悪くないと思います。さあ、じゃあちょっとね、撮っていきましょう。ちょっと GoPro も撮りながら行ってますんでね。わあ、なんかドキドキするなぁ。開けるところがわかんないけど。あ、これも全部これなんだね。もうしゃあないです。いけます。もうノリかな、くっついてるから。さあ、来ました。これが、クリエイターキットの、ハンドルの部分かな。おぉ、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 あ、これこれ。これですよ。私が。これね、あー、質感いいね。あ、ちょっと楕円なんだね、ここのとこ。ちょっとね、楕円になってるわ、うん。ほんで、あ、なるほど、こういうことか。これで、あ、これ新しいね、うん。これで置けるってことかな、うん。なるほど。あ、バッテリーのね、サイドカバーもついてる。あ、なんで？こっちついてないの？あ、ついてる。なんかバッテリーのサイドカバーもついてるね。あ、これをここにつけろってことか。OK、なるほど、理解しました。さあ、じゃあちょっとね、出せるものを出していきますよ。さあ、そしてそのままクリエイターキットの、なんだこれは。スピーカーの部分か。スピーカーの部分をね、じゃんじゃん開けていきます。ゴミがすごいな。さあ、スピーカーの部分開けていきますよ。
あ、なるほど。今までのとはちょっと違うね。ちょっと違う。わかんないけど、こういうやり方なのかと。ちょっと一回つけちゃったけど、こういう感じね。うん。さあ。使わないものはね、分ない。さあ、次。今回結構、今回ね、結構買いましたから、ちょっとスピーカーのやつも一回見ておくか。ちょっと慌てちゃってさ。ちょっと待ってくださいね。すごいかも。これ使えるかな。説明書とかもね、もうまとめちゃいます。見ることはないですよ。うん。これこうなってたか。うん、多分こうなってたね。これ開けるとね、こんな感じになっておりました。うん。これモジュラーセットだね。で、本体はね、今こんな感じ。感じね。で、カメラ本体はこんな感じか。さあ、じゃあ次いきますね。ちょっとね、一気に紹介するのが多すぎて、ちょっとこれ大変だぞ。これが、LED ね。多分これで LED で、おお、すごい。おお、明るい。おお。なるほど。これはこれに電池が入ってるんだ。どういうシステムなの？おお、眩しい。おお、すごい。ちょっと、使い方わかんない。長押しで消えた。なるほど。やばいっすね。ちょっとやり方わかんないんですが、ちょっととりあえずはね、わからないなりにもちょっと一回出していきますね。あとはこのバッテリーね。バッテリーは早速ちょっと充電してみようかな。あとね、細かいこと言うようだけど、こういうね、SD カード。これね、SD カードもありました。じゃあちょっと一回ね、出して上から撮ってみましょうか。バッテリーに関しては、絶対いるから、なんか新しくなったみたいだしね、バッテリーもね。さあ、あった。オッケー。違う。本体もね、なんか違うね。白くなって、バッテリーがちょっと大きくなってるかも。早速充電しなきゃいけないのかな。ちょっとわかんないけどね。さあ、それではちょっとね、並べていこうかと思います。さあ、それではね、紹介していきます。今回とりあえず、来たのは、この本体ね。本体と、これがバッテリーか。バッテリーセットね。で、モジュラーセット。で、モジュラーセットにはね、マイクがね、そのままついてますね。あとはバッテリーと、あとは、バッテリーと、あと LED ね、このセットになります。OK、OK。そして、キャップね、キャップ、OK。じゃあちょっとね、一回 GoPro ね、やってみよう。もう早速、OK。なんか新しいね、楽しくいろいろできそうですね。とりあえずね。じゃあ一回本体の方に、なんか違うね。なるほど。質感がちょっと違いますわ。どうやって撮ればいいか。なるほどね。撮り方がちょっとわかんないわ。なるほど。じゃあちょっとね、バッテリー入れさせていただきます。さあ、なるほど。せっかくなんでね、ついていたじゃあ SD カード使っちゃうか。もうこんなん別にほとんど使わないと思うけど、とりあえず今一発目ですから、これ使いたいと思います。さあ、それではね、 SD カード、これが問題。バッテリーをつけたまんま SD カードが差し入れできるかどうか。これはすごくね、すごい問題です。いい。前のやつはね、うまくできなかったんだ。で、多分押せばいいのかな？違うんかい。バッテリー入れて、OK。じゃあ一回電源入れてみます。電源入れてみます。早っ！マジ？とりあえずね、何語でやるんだっていう、日本語にしましたね。OK。これも設定からか。
さあ SD カードチェックします。 SD カードエラー、ああフォーマットしろと。はい、じゃあフォーマット、わあすなんか早いな、レベルが違うな多分速さの。うん、なるほど、今回のモジュラー防水機能になってるな。ああ、なるほど、多分そういうことだ。まあそういうことか、まあ別にいらないんだ、ここは外さなくていいと。危ねえ、外さんといいとこれ外そうとしてたか、それはやばいな。これは外して、でこれ入れりゃいいってことね。こういうことね。 OK、 こんな感じよ。うん、でこいつをここにつけるわけじゃん多分ね。 OK、 おおいいじゃん、結構パワーアップした感じ出てるよね。そしてこいつか、あなたこっちいらっしゃいってこと。パチン出てちゃうよね、あ、入った入った。おー、こういうことね。そしてさらにこいつはこいつと連動するんだけど、ちょっと待ってね。いや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 、こいつか、ここに刺すか、どういうことか。ちょっとフォーマット長すぎるでしょ、ちょっとフォーマット長すぎたんで一回ね入れますね。うわ、なんかめっちゃ綺麗な気がする。マジ？スマートフォンのに登録インストールセットアップを完了します。あ、今ちょっとねスマートフォンで動画やってるからね、ちょっと一回セットアップだけね先にやってしまいますね。よろしくお願いします。結構ね、今回の GoPro 今までの中で一番感動レベルかもしれないですね。よし、これはいい、これこれね、これこれかなりいいですよこれね。うん、で説明書はめちゃめちゃある。ちょっと前にねもうこれ準備して買っておいたのがあるんですけど、ちょっとねじゃあ一回これやってみよう。でまずはこれで脱脂するのかな、分かんないけど脱脂してみよう。もう新品だからそんなに汚れてるわけはない、付きが悪くなっちゃいけないから丈夫だと思う。さあオーケーオーケー、まあとりあえずね腫れてりゃいいや。ちっちゃい方と記号があるから、よし、本記号はねこれダッシュパネルじゃないですね多分ね。結構熱があるようなしますが、まあ、この辺ね考えてたらできないんで、ね、完璧はね無理ですよ。やっとつながりましたね。さあちょっとやっとつながったのでね見ていきたいと思います。とりあえずこのボルタをつなぐと、とりあえずここのところここをねこうやって押すと、もうこれで録画が開始できるんですよね。で、ボルタはこのように角度を変えれますから、ここでまあやったらこうやってやって、でとりあえず、スタンドにしたいときはこのようにね置いて、これをこういう感じでここで固定でねできると思います。で横でももちろんできますね。ただここで僕が思ったのは、モードも切り替えれるのかな。モードも切り替えれるんだね、写真タイムラプスビデオね。で電池、あの光のねこのヘッドライト自体はもうこいつでやるしかないみたいですね。ヘッドライト自体は自分の手でやってくれと。でポイントとしてはここ見てくださいね。ここでこれここで、ま、何かまだ他のアイテム、例えばライト系も多分つけれると思います。ただ今回これでこうですから、明るいのはねここで明るさも決めて撮れるという、すごいですね。あ、これは今までにはなかった、この感じ。
これレンズつけてるけど、つけてなければこういう感じ、かなり明るいですね。お前かーっつって、お前かーっつってねできちゃう。あーこれはすごいわ。このライトのねクレーターセットはね買ってよかったですね。うん、でボタン一発でこれができるのと、バッテリーもね 4K の、何フレームか分かんないけど4時間以上撮れるみたいなこと書いてあったんでね、これは本当すごいです。で今回のこのモジュラーは多分防水になってます。全てこういうとこゴムとか入ってたりとかねしてますん でこれはただの、モフモフはただのモフモフですね。そういうことですね。 OK です OK です。じゃあ早速ねちょっとねこれを使っていろいろ撮りってみたいなと思ってます。思いますね。あ、一応ねマイクもつけれて、で、もう一個端子がありましたね。モードも選べて、うん、悪くないんじゃないですか。でここ、こういうとこにつけとけばカチャってね簡単につけれちゃうんで、なるほどです。これ僕もこれはな、もうあれだから。さあじゃあこんな感じかな。うん、でちょっとね、新旧の比較してみますね。じゃあちょっと、じゃあ新しい GoPro でね、じゃあ古い GoPro、今ねこれ今も撮ってるんだけど、この GoPro ね今撮っています。こういう感じか。なるほど、ちょっと待ってね。古い GoPro の方のマイクにこのモフモフがつけれるか、これだけ試してみますか。あ、何か変ですね。しっかりとはつかないですね。こっちは完璧につきますね。ちょっと違いますね。で大きさの比較、こういう感じ、こういう感じか、うん、まあ大きくなっとるか小さくなっとるかって感じですけど、こっちはちょっとねクレタツールにしてあるのであれですけど、この GoPro のねこの MAX グリップもかなり気に入ってはいたんですけど、こういう感じか。OKOK。じゃあね、今後ね、僕のチャンネルで、まあ、この、今ご覧いただいているこのチャンネル以外にもね、僕ね、多数チャンネルやってるんですけど、まあ、すべてのね、チャンネルで、こいつは使っていこうかなと思います。あとは、360度カメラもね、そのうち購入したら、レビューしたいと思います。OK ですね。で早速ね、ちょっと使っていきたいと思います。じゃあ、今後もね、よろしくお願いいたします。